はい、どうもこんにちは、イコールです。今回ですね、パワープロコラボ杯やっていきましょう。立ち回り解説の方をさせていただきたいと思います。1階層は盤面最大をいい感じに組みたいんですけど、組めないので、基本的に見えてる場所で7コンボぐらい組めばいいかなって感じですね。まあ、6コンボでも落ちコン来れば大丈夫です。今回総合的な立ち回りとしては常に最大倍率を組むだけっていう感じですね。 OK、 ここも盤面最大。でここで、木と闇を含んで、11個合計あれば、木と闇合わせて11個ドロップが必要になります。で、ここ、本当は木10個あればスキルいらないんですけど、ここでリーダースキル、リーダーのスキルを使います。失礼。で、これ、おし、斜め入った。で、落ち込んで木がめっちゃ来た。これ、やばいっすね。本当はボスはエレジギジ含んで7コンボで抜けるんですけど、これでいきます、今回は。オッケー、これいけると思う。多分本当はLジギシ含む7コンボなんですけど、盤面が良かったのでいけるかな。いけた、オッケー。でスコアが207秒残しで、どんぐらいかな、これ。4階層は必ずLジギシ2個ですね。で156、よし、これで王冠剣団入れます。こんな感じですね。今回は、立ち回りがとにかく大事になってきて、4階層で L 字消し2個、木の L 字消し2個ですね。で5階層で木の L 字消し1個プラス7コンボか、木の3コンボ含む8コンボとか組めればもう最高です。であとは落ち込んげですね。今回 8.6 コンボなんですけど、これ本当はいつも 9.5 とかあるので、まあとにかくこんな感じでやってもらえれば大丈夫かなと思います。ということで、早口で申し訳ないんですけど、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。